1月19日木曜日の全国の天気をお伝えします。日差しが届くところが多くなりそうです。関東は日差しがありますが雲の広がるところが多く、南部では晴れたり曇ったりの天気ですね。西日本も日差しが届きますが、山陰や九州北部東シナ海側では雲が多く、にわか雨の可能性があります。外出をする際は雨具があると安心です。また北日本も東北、北海道の日本海側は夜になると雪の降り方が強まる恐れがあります。渡島半島など雷やあられを伴う可能性もあるためご注意ください。予想最高を見て気温を見てみると、札幌がマイナス2度、東京は9度、大阪が10度です。昼間もこの時期らしい寒さとなるため、今日も暖かい服装でお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。